今年で60歳を迎える女優の麻生由美さん。年齢を感じさせない美しい鎖骨に美しい谷間、そして細くてスラッと伸びる綺麗な美脚ライン。思わず綺麗と声が漏れてしまう還暦美ボディを披露してくれました。お話を伺ったのは女優麻生由美さん。59歳。今が一番太っているけど、自分らしい今年60歳の麻生由美さん。 健康美で見せる還暦ドレスを披露。ドレス78万1000円。ベラワンオートベラワン銀座本店。靴、スタイリスト私ものプロフィール。1963年8月15日。大阪府生まれ。話題沸騰のドラマ。エンジェルフライト国際霊休相関誌。の1話に出演。プライムビデオにて独占配信中。NHK 土曜ドラマ。優しい猫。に出演。 40歳を超えてから体重を気にするのをやめました。役者は肉体労働がメインなのに、ダイエットすると体力が落ちたり顔色が悪くなってクマが出たり、と弊害の方が多かった。試行錯誤した結果、食べたらその分運動すればいいという自分なりの答えにたどり着いたのが40代になってから。動き回る幼い息子の体力に追いつきたかったからというのも運動を始めた理由の一つかな。 運動習慣としては週に一度の加圧トレーニングと毎日朝晩10分ずつの自主トレ。朝は顔にスチームを当てながら肩甲骨や首、肩をほぐす上半身中心のケア、夜は主に縄跳びで汗をかきます。私はもともと怠け者、やらなくなるとズルズル何もしなくなっちゃうので、小刻みに積み重ねて継続することだけを心がけています。今日はレントゲンを取るみたいに、 いろいろなパーツを激写されましたが、今回の撮影で初めて自分が還暦を迎えると気づきました。息子も独り立ちした今は、子育てにかまけて放置していた自分自身を取り戻す時間。変化を受け入れながら、年齢を重ねる体を慈しんでいけたらいいですね。雑誌のオファーが嬉しくてズうずうしく来ちゃいましたけど、今撮影オフ期間なのでいろいろ間に合わなくて、とハニカム麻生さん。 でも赤いドレスでスタッフの前に現れた瞬間、輝くデコルテ闇バストに一度、綺麗。と絶賛、女優の日々の研鑽力にひれ伏しました。いつの年代も見ぼり、2023年、BST、6月号掲載撮影、ソネマサキ、ースモンキー、ヘアメイク、菊池美香子、トロン、スタイリスト、宮沢慶子、ウィットニー、取材、柏崎り編集、